フォト系の機械を使ってですね、1回でどれぐらい肌が綺麗になるのっていうことを授業で解説したいと思います。ほとんどの場合は美白とかシミやそばかすを良くしたくて受ける患者様が多いんですけど、まあ、実はそれ以外にも結構いい効果がいっぱいあって、まあ、私はだから結構この治療を進めることは多いんだけど、結構回数を重ねていただくことが前提でご紹介することが多い治療なので、じゃあ果たして1回でどんぐらい効果あるのってことをちょっとご説明したいかなと思います。ではですね、ちょっと早速写真を、じゃん。これはですね、フォト系の機械を当院で5回当てた症例なんです、まずね。で、この方見てください。お鼻のところと頬のところ、全体的にいわゆるそばかすがある方ですね。20代後半の女性の方です。で、この方がフォトを5回受けると、どうですか？結構良くなってますね。お鼻の結構濃いそばかすはまだ残ってますけど、薄くて割と淡い細かいやつはお鼻とかあと頬なんかも結構もう取れてきちゃってるかなっていう感じで、まあ、これぐらいやると結構薄くシミそばかすがねなってますよね。で、まあ、こういうイメージでフォトをやる方が多いんですけど、実際は結構フォト系の機器っていうのはシミやそばかすを取るだけじゃなくて肌の全体的な透明感を出したりとか、あとこう色ムラを良くしたりとか、あと赤みが良くなったり、肌のコラーゲンが生成されて張り感が出るんですよ。全体肌が綺麗な感じになるので、まあ、それをちょっとご紹介したくて、じゃん。これがね1回の写真ですね。で、この男性の方、まあ、確かにこう頬のあたりのシミなんかは結構1回やるだけだとびくともしてないところもあるっちゃあるんですけどね。ただよく見ると例えばこの眉の近くのシミが薄くなってきたりとか、お鼻の鼻筋のあたりにあるシミもこう薄く取れてきてる部分があったり、あと頬の一番こうシミが収束している範囲もちょっとこう薄くなってきてるところや、頬骨の高いところのシミは結構ペロッと取れてるところもあるかなっていうところもあったりしますが、それだけじゃないです。これうちのフォトダブルステラ M22 っていう機械を使ったフォトダブルってメニュー1回受けてもらったんですけど、なんか全体的に肌に透明感が出て、このなんか頬骨のあたりのこのツヤ感が全体的にこう出てきて、この頬のあたりのたるみがちょっとキュッと引き締まって、若干このゴルゴ線っていうこの目の下からこのクマのあたりこのゴルゴ線がちょっと浅くなってる感じがあったりして、こういわゆるこうアンチエイジングの効果も少し出てるかな、大げさな変化じゃないんですけど、なんかちょっとこう変化の兆しが出てる感じしませんか。なのでこういう治療月1で定期的に通っていただくと、シミやそばかすの治療だけじゃなくてアンチエイジングとしても結構私はおすすめですっていうことを、この10 years back のチャンネルの視聴者の世代の方にお伝えしたくて、まあ、もちろんこういうあの20代10代とかそばかすにもいいんですけどね。ということでちょっとこういう写真を今日お持ちばしてみました。1回だけだったらさっきの男性みたいにペロッて向けたやつのところからまた再び出てくることってあるんですか？正直これは1回だからってことでもなくって、一般的なシミ取りレーザーで強くパンと当てたとしても、あるいはフォトをじゃあ10回仮にやったとしても再発することあります。シミやそばかすがもし再発してしまったら、残念ながらまたシミの治療を気になるんだったらしてもらうってことにはなると思います。確実にもう絶対に再発させない機器とかってあるんですか？難しいかな。シミの治療は再発を絶対にさせないっていうことは難しいと思います、うん、どうしてもその光老化とかって言ったりしますけど、あの紫外線を浴びていく中で、まあ、それによってこう色味がまたこうできちゃうってことも一個ありますが、そもそも紫外線をどんなにこう予防していたとしても、まあ、昔当てたものの色残りがまた出てきちゃうってことはやっぱりよくある話ですかね。フォト系の機器が受けられない方はいますか？このフォトってお顔全体に光を当てるので、全体の肌のスキントーンが暗い方は全体に機械が反応しちゃうので、全体が火傷みたいになっちゃう。だからちょっとこうスキンタイプって言ってこと、肌の色味が
ある程度の濃さ以上の方はご紹介が難しかったりします。クリニックさんにいろいろ寄ってフォト系の機械って使い方がいろいろあるので、一概にうちだから他がどうと言えないんですけど、少なくとも湘南では肝斑があるタイプのシミの方にはフォト系機器をあまりご紹介しないようにしてるんですね。もしこのチャンネルを見てくださっている方で肝斑を昔指摘されたことがあるっていう方で、フォトを西川先生が言ってたからやってみたいと思ってクリニック行っていただいても、ひょっとしたら肝斑あるからあなたフォトはダメよって、レーザートーニングとかピコトーニングやりなさいとかシルファームやりなさいって言われちゃうことあるかもしれないです。そのピコトーニングとかシルファーム、はいはい、よりもフォトが優れている部分ってどういう部分ですか？まあどの治療もすごくそれぞれ一長一短でいい治療なんですけど、シルファームはちょっとまたなんかね次元が違うかもしれない。なんかこう色を取るっていうよりは肌自体を神秘っていうところをこう健康的にするっていう治療なので、もう少しちょっと高次元な治療で、まあ今見えてる色味を薄くしてあげるっていうのがフォト系の治療でやるものだったり、シミ取りレーザーとかレーザートーニングとかでやっていく治療かなと思うんですけど、あのフォトで特にいいのは幅広い波長で全体的にブロードって広く効かせるので、なんとなく色調が全体的に整うって感じかな。このフォトって全体的にこう赤みにも茶色みにも焦げ茶っぽい色にも黒っぽい色にもこうある程度なんとなくやんわり効くっていうイメージで言うと、全体的肌なんとなく綺麗にしたいって方には向いてるかなと思いますけどね。1回の手術で自分で分かるぐらい変わります？例えばこういうそばかすの人とかは多分施術受けてもらった後にマイクロクラストって言ってやって、あのしばらくすると薄いかさぶたみたいなのがちょっとこうポッとこうあの出てくることがあるんですね。イメージなんか当ててもらってなんかちょっと染み濃くなったかなみたいな感じが当日とか翌日あって、3日目ぐらいになるとなんか薄皮がちょっとこうむけてきて、で1週間ぐらいするとそこがポロンと取れて色が消えてるとかあの薄くなってるみたいな、そういう反応が起こることが結構フォトだとあって、はい、1回目の治療でも結構そういう反応が出ると変化がわかるって方います。ダウンタイムがある程度取れてしっかりと一発でっていう方はシミ取りレーザーやるじゃないですか。でダウンタイムはもう絶対取れなくて、なんとなく全体的に美白したいっていう人は例えばトーニングとかそういう系統のやる方が多くて、まあ、ある程度1回でもちょっとなんか効いてる感は欲しいけど、でもがっつりダウンタイムも取れないし、全体的に細かい色ムラとかくすみとかなんかちょっと出てき始めたシミが気になるみたいな人たちはフォトっていうイメージかな。続けないと意味ないんですかね？まあ、続けていただいた方が効果としてはもちろんいいと思います。だから実際のクリニックではこう5回ぐらいを治療効果ご実感されるまでには目安としてお伝えすることも多いですし、回数重ねるごとにさらにどん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 効果が分かってくるってところでもあると思います。とはいえやっぱり1回やった後もなんかちょっと少し肌が良くなってる感がないと続けるなんかモチベーション保てないと思うんですよね。だからそういう意味ではこの治療すごいバランスがいいかなと私は個人的に思ってて、まあベビースキンとかもそう、なんか全然あのすいません大好きなベビースキンの話になっちゃうし、ベビースキンもなんか継続すればそういうこともちろん絶対いいんですけど、でもなんか皆さんがほら10回20回と通えるわけじゃないこともあるじゃないですか、まあ、経済的な理由とか時間的な理由で。でもやっぱり1回2回でもやるとなんか肌が良くなって変わってる感があるから継続したくなるっていう治療でもあるので、まあ、フォトも結構似てるかなと私は思います。では今日はフォト系の機械が1回でどれぐらい変化あるのっていうところを授業でお話ししています。